雲田決算の分析力がすごいまだいけた。僕が崩さないと。コンディション的にはまだできたけど、メンバーを変えなきゃいけなかったのも事実。リスクが変わるなら右の僕かなと思っていたのでしょうがないと思うチームとして最後から崩していくのがテーマだったのでそれを変更するのは難しい部分がある特に前半は相手がルーズだった分、前半でちょっと違う攻め方をした方が良かったのかなと。後半になると試合が終わるにつれて相手も頑張るようになるので、一見相手も硬いように見えたけど、前半のうちに中から攻めた方が良かったのかなと思う試合中に選手が何とかしていくしかない。やりたいことがうまくいかないときは次に切り替えて、違う道筋を見つけていくしかないのかなと思う。怪我じゃなくてまず良かったなだけはどんなに悪くてもフル出場させて使ってほしい、伊藤純也も。久保くんは使い続けるべきだし、堂安とセットで見たい。なんでいつも堂安とだけは片方しか出れないんや。確かに出詰まり感あったもんね、冷静な分析できてすごいと思うわ。南野はトップ下以外で使うな。上田はスタメンで使え。久保は不必要に交代させるな。久保もそうだけど、どの選手もインタビューで選手同士で話すしかないって言ってるのが監督含めスタッフをどう思ってるのか気になる。久保と南野の同時起用で今までの良さだけされてしまった。森安より久保と宮安の方が分析できてそうだからその選手の考えをうまくみんなに意思統一させるのが森安の役割。もうこれいっそ決勝トーナメント行けずに敗退して森安解任で久保はレアル戻れるってのもいい気がしてきた。